どうも、エルカギのエルユダです。どうも、デロニアンシです。ということでね、厨房の店員がシェイクをペロペロ、動画拡散でドミノピザ謝罪、お客様に不快な思いをさせたということで、シェイクをペロペロ、これは久々のバイトテロですけども、出ましたね。これね、はい、なぜね、会社が謝罪するんだってことなんですよ、俺からしたら。いやこれ一番簡単な再発防止の方法あるんですよ。何わかりますか、あなた。あ、もう住所晒してやるんだ。あー、それはさ、今後の彼がちょっと大変ですよ。まあそれぐらいのね、パクを持ってもらうと。この人をフルボッコにしてる動画を拡散するんですよ。いや暴力ですか。暴力が大事、直接ですか。うん、僕は間接的にリンチですけど、いや社内でリンチと。その代わり住所を晒されたら一生ですよ。いや引っ越すしかない。ボッコボコにしたらその場ですよ。もちろんね、ちゃんと死なないで、プロの人だ、はい、スーパーマラドーナの武智さんとかさ、いやプロの技術で叩いておりますっていうアドリブ覚えてますか。 M1 でお客さんにビンタしたとお客さんが引いてみたいな、はい猪木でも思いつかなかった言い訳。小さく田中さんが舌打ちしたように。いやそれはお前、僕なんか違う音が入ったんですか、ね。それはお前があの勘ぐりすぎ。近所の人が、ね、違います。近所の人がしてないから。で、そういうね、もうボッコボコにして、それを拡散。そしたらもうまさにドミノ倒しですから、これは。もうみんな、無理みたいな。ああ、はい。で、ちゃんとさ、社長がボコるってのは、社長はもうタイガーマスクね。社長がタイガーマスクで。社長がもうボコボコにして、これをね、せなあかん。やばい。過激派じゃねえかよ。過激派じゃないよ、こんなの。ダメだよ、暴力は。いや暴力じゃないですね、愛情というのかな、これは。でも何かしらのさ、罰則っていうのはあってもいいかもしれないね。いやだからその罰金とかさ、もう甘いよ、もうお前それ拡散したなと、でもこれですよ、拡散はっていうさ。拡散には拡散。別にその、だから佐山四号機でね、検索しまうと分かるけど、市内の間を割っといて、音がするだけで痛くないんですよ、あれ全然っていう、そういう市内を作っててもいいと思うしね。なるほど、はい。そういうことです。そのバイトの嫁を抱くとか、いやいや、だからそれ一番嫌ですよ、そんな。それ、シャモの主人公のやり口だから。シャモの主人公とか、公園で待ち伏せしてな。グラップラーバキに出てくる、あの、アントニオ・イガリーとかね、のやり方だから、それは。ということでございます。全てのことはバッキンが教えてくれる。ということでね、これしょうもないから、これ禁止です、バイトテロ。いやいや、禁止です。もう頼みたくないし、こんなことされたら、俺も。やるもん。うん、もうやらしね。ということで、お願いします。はい。ということでございます。はい。そしてね、網目ニシキヘビを飼育していた男が書類送検されたということで。はい。これは逃走したでしょ？逃走したね。あれ、屋根裏から見つかっただけは？あ、そう、うん、サングラスかけたね、背広着た兄ちゃんが全員走ってったって。そうなの？逃走中だ。面白いテレビのね。そう、テレビの方も卵投げつけたら一回止まるとかっていう、ね。花子の菊田くんが出るの夢だって言ってた番組ね。最近できた夢なんだ。もういや、もう出てたんだろうな。あ、もう出た、出たじゃね。ということで、網目ニシキヘビを、これ16日ぶりに確保されたんだ。怖いな、16日も。怖いね。怖いな。で、これは24歳の男性、動物愛護法違反の疑いで書類送検しました。男性は横浜市の許可を得ないで、去年9月に飼育する施設の構造や規模を変更した疑いが持たれています。まあ家だったわけね、逃げ出したのはね。逃げ出したのに家。まあだってでっけえやつだったらさ、普通に子犬ぐらい食べちゃうだろう。はい、ありえるよね、丸飲みでね。全然いっちゃうでしょ、あいつら。もう鎖でつながれてる中型犬とかでパクっていっちゃう。こう動物愛護団体で思い出したんですけど、大仁田敦が昔ね、クマと電流爆破かなんかやろうとしたみたいなのあったんですよ、レスリングベアとみたいな。それであの本当の WWF に怒られてできなかったっていう。そういうことです。こともありました。こんなこともありました、ね、そんなこともあったし、大仁田敦が最近ツイッターで、大谷翔平のが、あ、見たフリップで、大仁田さんって書いてる人がいて、ローマ字間違って書いてるね、あと電話番号とかアドレスまで載っけちゃってね、その人ね。ああ、そうなんだ。そうで、大仁田さんがハッシュタグ笑わせてもらいましたっていう、ハッシュタグブーム、ハッシュタグ笑わせてもらいましたって、ね、あんまり検索しないですからね、ハッシュタグ笑わせてもらいましたは。でもあれか、ダウンタウンとかの番組見た後につぶやくのかな、みんな。ハッシュタグ笑わせてもらいましたとか。随分ご丁寧な人たちがいますね。これはリツイしちゃいましたね。ああ、そうですか。猪木に感電しました、私。猪木じゃない、大仁田ね、大仁田、同じか、同じようなもんですね、はい、ということです、はい。そして清原和博球界復帰、
7月10日の阪神対巨人解説者にということです。おそういう意味で9回、はい、そうですよ、うん、野球界ってやっぱ完全ななんていうんですか、閉鎖された世界ですから。いやそんなことない、うん、一回そんなことはないだろ。野球界と柔道界ね、うん、これはもうなかなか戻れないんですよ。あれはあそういうものなんですね。もうなぜならこう紳士たれっていうね人たちがいっぱいいますから。全部言ってんな、うん、全スポーツ言っとるわ。全スいやいや今日野球と柔道でしょやっぱ厳しいのは。あそう、うんだと思うよ、ね、うん、ツイッターで結構ねいろいろ苦しんでる感じとかね、はいはいはい、はい、頑張ってるよね。そうね、すごいよね。いやこんなもんはね初めてだよ俺、あのヘリコプターで追われてる人、はあはあ、中継で空撮で空撮されてる人なんかあったよね。焼肉弁当差し入れた差し入れてないみたいな、ね、いやそんなんじゃねえ、うん、それで空撮はねえけど、そういうことありました。清原和博ね、うん、でこれはもうね誰のおかげかっていうのね、タカさんですね完全に。いやタカさんが、そうか、まあ、あると思うけど、メインのタカ、メインでタカさんが最初に YouTube で使ったんじゃない、このいやいやいや、いわゆる苦しい中、まあもっと知名度がある人の中でよ、佐々木さんでしょ、大魔神佐々木でしょ、佐々木ね、それ言ったらまあ榎本かな子もそうだしねはっきり言って、あ、うん、そういうことですね。仲良さそうですよね、うん、タカさん、はい、ということですね、うん、清原和博が阪神対巨人の解説者になると、はいはいはい、いうことでございます。最近もみあげとあごひげをつなげていますね、うん、清原さんは白で白のいいじゃないの、ちょっとカーネル・サンダース風味というか、カーネル・サンダースそうだっけ、うん、カーネル・サンダースなんか白のさ、あそういうイメージですけどね、うん、うん、そういうことですね。なるほど。そしてね元光源氏大沢みきおさん、うん、運動会は中止でもオリンピック開催の矛盾に子供たちに示しがつかんやないかいとつぶやいたというはあ、はい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 、大沢みきおさんってこういう喋り口調なんだっていうのをねちょっとこう関西だったのかなみたいな大沢みきおさんの喋り方なんて覚えてないですか、ね、覚えてそう、失礼な、覚えてないです。お前源氏ファンに怒られるよマジで。いやわかんないよ本当に、本当にいるのよ光源氏の人が、うん、どの人か忘れちゃったけど、いやお前がダメだろ、プロレスダメだプロレスデビューした宇都宮くんか、あ、あったね、内海くんか宇都宮くん、いやもうダメだろ、見に行ったのよ。あ行った時に、うん、休憩中に写真撮影しますっつって、うん、その昔のオールドファンが、うん、もう列をなしてて休憩押したのよ。あすげえなと。で後ろからみんなこう携帯でカシャ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 って撮るんだよ、あの試合中も。どっちも現役だね。じゃそうですよ、すげえなと。まあまあまあいるんだよな。あとは水道橋博士は今も散歩しながらクラブハウスってやってますけど、はいはいはい、クラブハウスやってる最後の芸能人って言われてるけど、うん、そこで昔からのファンの女性2人ぐらいいるのよいつも。へで情報提供すんの。何なんか俺も1回参加して、何なんだか忘れたけど情報提供、あの笑っていいと思うの時に何々の時のあれってなんとかさんが何々しちゃって知ってましたつって、ああそれは知らないそうなんだっていう、その博士が書きそうな文章のような情報を情報提供して提供してんですよ、スパイがいるわけ、うん、でやっぱ30年来のファンとかあるんだよ、20何年来とかので昔よくライブ見に行ってたとか。ああそうなんだ、すごいね。そういう人をね根付くんですよ、すごいですね、うん、へえ。だから光源氏イコール浅草キッドみたいなね、そういう方程式も成り立つし。いや多分休憩時間余すぜ、うん、その2人の全然休憩時間あるよ。だから清原が解説でしょ、ああだからねえ清原桑田ストーリーなんてずっと言う人もいるしね。いやそれはダメですよ、ね、あれでも清原ってもともと阪神だっけ、来たかった巨人だっけ、阪神だったかな、そんなのもあったよね。で西武行ったみたいな、あーはーはー西武ライオンズよね、そうそうそう黄金期ですからね。 AKD4 っていうのは僕はナイツさんの漫才で知りましたけどね、うん、なるほど、うん、僕は西武好きだったんですけど昔ね、秋山清原デストラーでそういう言い方するんだみたいな、あーあったね、 MK4 とかな、そうそう松井清原とか、うん、あと OH4 小川橋本とかね。いやいいわ、知ってる OH4 つって二人であれ確か小川と橋本さんってあれだよね、二人タッグとかやったんだよ、その因縁あったよな。でどういう技やったか知ってる、橋本が相手をバックドロップで抱えて、うん、俺ごと狩れって叫ぶと、ああ小川直也がその橋本の抱えてる橋本ごと狩るんですよ、普通に、はい、抱えてる橋本がそういうの抱えられてた相手の分の体重まで食らうから、うん、めちゃめちゃ後頭部ダメージ来るだろでやばいな、俺ごと彼って言うんだよ、わ小川がもう行っちゃうわけだ、そうはでも言われてっからね彼って先輩の命令があるしな、プロレス界の先輩か、プロレス界の先輩は
これ先輩の言うこと絶対だから行かなきゃならんし、しかもあいね、うん、自分が人生変えてしまった相手の命令だから、だからさ、あのゲームであんのかな、あるんじゃないかな、俺ごと彼ってあんのかな、あんまその最新のゲームやってないからあれだけど、その最新層もだいぶ前だけど、うん、その時のさ HP とかどう減ってるのか気になる、確かにね俺ごとだから、俺ごと彼っていうね、彼だからそういうのはね、これなかなかダメージ食らうんじゃないですか、ありましたね、 OH 方ね、皆さん覚えてください、 ON 方ですよ、 O 長島から、ああ OH 方、うん、ON 方から OH 方ですね、あ K 桑田 K は KK か、 KK ね、桑田清原ね、うん、KK コンビね、そう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 、まあまあまあよくありますわな、うん、名前とかでね、多いよね、うん、おぐしおとかね、いやそれもイニシャルじゃねえ、天候寺、サッカー聞かねえな、サッカー、うん、あったな、王族2トップって、前も言ったかもしれないけど、うん、王族だから誰、日本人誰だ、わかんない、キングカズでしょ、うん、でトルコ代表のイルハンっていう、これはトルコの王子様って言われて、でこれがね確か京都か、まあ、ヴィッセルかな、どっかで2トップになったんだよ、その時王族2トップって見た、確かにキングってつくのキングカズ以外いないかもね、スポーツでもいなくない、スポーツだと、うん、王貞治か、キングカズ、キングモー、キングモーね、K1 K1 だっけ、キングモー、あーいたね、強かったね、キングモーね、キングモーってなかなか強い、サモーだっけ、戦に極めると書いて戦国のチャンピオン、キングモー、誰が分かんないの、格闘ファンでも知らない、キングモーだよ、6月13日総合格闘技ライジン東京ドームあります、これめっちゃ面白いから、ちょっとこれの話もしていいですか、はい、後ほど、後ほど、はい、ということでお願いします、といったところでまた明日お気になってください、お願いします。